あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。今日は目を温めるときはどういうときがいいのをお送りします。よく患者さんに目を温めたらいいのか、冷たくしたらいいのかと聞かれることがあります。今回は目を温めるときはどういうときがいいかを説明します。まず目を温めた方がいいときは、白目のところに出血してしまったとき、結膜下出血というんですけれども、充血と違ってちっちゃい血管がブチッと切れて白目が出血してしまう方がいらっしゃいます。その時は目を温めて、その血液を早く吸収させる、吸収を促すという意味で温めることをお勧めします。あともう一つ、目が疲れている時、すごく目が疲れていて、もう目の奥が痛いとか頭が痛いとか、まあ基本的に目薬など他の治療もありますけれども、まあ、簡単にできることは目を温めること、目のまぶたもこう温めることがいいと思います。そうすると目の周りの循環が良くなって、筋肉もほぐれますし、あとマイボーム腺といって油の腺のところから油が出ますと、温めることで油が出ますとドライアイ対策にもなりますので、目を温めて、目が疲れたなって時は目を温めてみてください。方法はご自分のお家に、まあ、ホットタオルを作っていただいたり、あとこう簡単にこう開ければもうマスクで温める商品もありますし、あとはこう自分で電動でやるものでしたり、電子レンジで温めるものでしたり、ご自分に合ったものを使われるといいと思います。何にもない時は、まあ、簡単にこう手をこすったりして、こう指を温めて、こうやって温めていただくだけでもいいと思います。すごく目の周りを温めることで目の疲れも取れます。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳でした。